自由時間ちょっとないか？ようこそ。ずいぶんと久しいですな。ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。さて、あなたの旅路もずいぶんと長くなってまいりました。謎は無事解けそうでございますかな？結構。答え知ってるからな。この車の行く道も幾分見えづらくなってきたようですが、このまま闇雲にドライブを続けては至るべき謎から逆にあなたを遠ざけるやもしれない。いかがでございましょう。一つこの辺りで旅路を振り返ってご覧になるというのは、今宵あなたをここにお招きしたのはそのためなのでございます。マーガレット。いつまでも目を背けてないで、ちゃんと見なきゃね。何が正しいのか、何を選択するべきなのか、答えはあなたの中にあるのよ。僕は自分で考えて、自分でレールを敷くよ。ここに届けられたのは、旅路の中であなたの記憶に刻まれてきた言葉ですな。理解できないことと、しようともしないことは全く別のものです。いいぜ。ならとことんまで考えようじゃねえか。わかんねえこと残したままじゃ、てめえでてめえを騙したことになるか。私も一生懸命考えるからさ。さっき聞いたばっかりのやつはいらんような気するけどな。今までだってずっとみんなで乗り切ってきたじゃんよ。うん、みんなでね。この見通しの効かない霧の中で同じ方角に向かおうとするお仲間もお持ちのようだ。進行方向を確認しています。しばらく停車いたします。前から申し上げている通り、今年はあなたにとって節目の年。残された時は多くはございませんが、こうしたいとまには価値がありましょう。人は皆流れる川の水のように、一筋の道にあっても絶えず変化しながら進むもの。流れに逆らう石、止まってしまう石、数々の出会いを眺めながら時間に乗り流れてゆく。さよう。この部屋のありようはあなたご自身の心が作り出した景色でもある。これはやはり一度立ち止まった方が良いということなのやもしれませんな。夢の中で朝になっとるやないかい。クマがいないんだ。近所中探したんだけど、どこにも。そうなんだよ。あいつずっと変だったし、あっちに帰っちまったんじゃないかってリセたちがテレビの中見に行ってる。みんなも集まってんだ。なあ、頼む。お前も来てくれ。ダメだ。クマのやつどこにも嫌がらねえ。向こうも今のところ気配なし。でも見つけられてないだけかも。霧がすごくて。ごめん、力になれなくて。クマ吉のやつ、まさか今度こそ本当に帰っちまったんじゃねえだろうな。いていいってあれだけ言ったのに。
今はそれしかないかもな。あいつとぼけたやつだけど義理がたいしな。黙って消えたりはしないよな。確かにクマ君のことは気になりますが、今は信じて事件のことを考え直してみましょう。生田目は搬送が間近なようです。話を聞くにしろ、急がないと今度こそ手出しできなくなってしまいます。あれから考えてんだけどさ、いや少し振り返ってみましょう。被害者のうち殺されたのは2人、山野アナと小西さんです。車から出てきた記録で生田目は双方と関係があったことが分かっています。その後僕たちを含めたいわば殺人未遂が連続、最後の奈々子ちゃんに対する犯行でついに現場を抑え手口が明らかになりました。聞く限りじゃもうどう転んでも決まりだけどな。生田目が逮捕されたことで警察も久保光男を模倣犯と認めましたしね。昨日の話の続きだけど、生田目には山野アナを殺す動機がないって話あったろ。確かに気になってんだ。頭がいっちゃってたのか、それとも私たちが何か誤解してるのか、よくわかんねんすけど。つまりもしあの人が正常ならまだ私たちの知らない事実があるかもってこと。正常か異常か、なんかそんなミュージカル見たな前。実際あいつの言ってる救済ってどういう意味なんだ。行動の内容は人をさらって向こうに放り込むってことで間違いねえみたいだけどさ。死による救済なんでしょうか。そこをはっきりさせんとな。生田目は自分を救世主だと言ってました。向こう側を素晴らしい世界と。生田目が言った言葉とシャドウが言った言葉を混同せんようにせんとな。死んだ方が救われるってか、ふざけやがって。ならてめえから死ねってんだ。先輩はどういう考えですか。普通に考えりゃ生ためだけど、まああっち側に普通も減ったくれもねえか。少し気になってたことがあるの。あの人が初めて私たちと会った時言った言葉、僕が救ったやつらだ、この子も救ってあげる。ユキコさえてるぜ。だからもしあの人の救済が殺すことなら、私たちって救われたの？救えてないんじゃない？確かに死を救済だと思っているならそのセリフはおかしい。それにそう、確か真夜中テレビに映った生ためも奈々子ちゃんの死を失敗と。なら本当に救おうとしてテレビに入れてたとか。適当、ちえちゃん正解出た。ちょっと黙んないでよ。私のは基本思いつきだからさ。本当に救おうとしていた可能性か。だとしても小西先輩と山の穴を入れたのはあいつだろう。動機が何だろうとあいつが殺したのには変わりないんだ。それとも何か、あいつ以外に誰かいるってのかよ。脅迫状？そういえばあれってどうなったんだ。生ためが犯人なら脅迫状も生ためが書いたはずだよね。確か一通目は、間違いありません。それなんか変じゃない？死が救済なんて人が助けるなとか殺されるよなんて書く？入れられて殺されるってのも考えてみりゃ妙だよな。てめえで出してんなら入れて殺すだろ。これどういうこと？うん、この文面まるで別の人が書いたみたい。でもこの内容でしかも堂島さん家に送るなんて、やっぱり犯人以外ないよね。なのに書いたの別人って、それなんてことだ。これだけ特殊な犯罪、面白いよな。模倣犯以外の同一犯とすっかり思い込んでいました。じゃあ生ためのやつ本当の意味で救済する気だったの？全部が裏返しだとすると、生ためにとっての失敗は被害者が死んだ最初の2件ということになる。
二度も失敗して人が死んだのに、そのまま同じことを続けるわけがありません。やはり、すべてを見渡した上でこの脅迫状を書いた別の誰か。別のって、それじゃ小西先輩と山野アナは生ためが殺したんじゃないってことか？それはまだわかりません。やはり、もう一度生ためと会って話を聞く必要がありますね。けどどうやって会う？昨日のことで警護も強化するっつってたろ。僕に考えがあります。時間が惜しい。病院へ急ぎましょう。頼りになるぜ、ナオト。ああ、こらこら、立ち入り禁止だよ。警察の協力員です。生為さんに聞きたいことがあるので通していただきたいのですが。こちら院内252、確認求めます。氏名、白金。ああ、はい。確かに登録されてるね。数分なら構わないけど、その間の記録を取らせてもらうよ。けどどうせまともな話はできないよ。わけのわからんごたくを言われるだけだ。彼も同伴でお願いします。緊急なので身分証がありませんが、堂島刑事の代理です。え？堂島刑事の使いってこと？そんなの聞いてないけど。身元は僕が保証します。ま、あの人に押しかけられるよりいいか。こっちは搬送の手続きで忙しいから。堂島刑事に暴れられると正直迷惑なんだよね。今は足立刑事もどっかに取られて。こちら院内252。え？おう、どうしました？なんかロビーに不審物が置いてあるとか。それならちょうどいいですね。生ためは僕が見張っておきますから、どうぞ応援に行ってきてください。まさかロビーの騒ぎを無視するわけにもいかないですよね。何かあったらすぐナースコールで知らせて。じゃあ、あと頼むよ。わかりました。お気をつけて。人手が足りないとは聞いてましたけど、まさかこんなに簡単に行くとは。わお。ですが、不審物の中身は大したものじゃありません。すぐ戻ってくるでしょう。よし、今のうちに話聞こう。窓開いてるやん。生為さん、あなたに聞きたいことがあります。このままあなたを全ての元凶と思ってしまうのは簡単だ。実際そう望んでいる人も多い。でも僕らが知りたいのは真実です。質問に答えてください。彼女たちは殺された。僕は救えなかった。私？違う。放っておくと殺される。だからあそこに入れた。つまりこうですか。山野、小西の両事件を知ったあなたは、真夜中テレビに映った人が殺されると気づいた。その運命から文字通り救うために、あなたは天城由紀子さんを誘拐した。殺されるよりはとテレビの中に入れることで、現実の人間が手出しできないようにした。そしてそれを続けていったと。辻褄が合います。弱ってはいても正気だ。彼はちゃんと事実を話そうとしている。っていうか、
今のが本当なら。最初の二人を殺した犯人が別にいる。質問を続けます。何のことだ。知らなかったんだ。まさかあんなところだったとは。わからない。知りたい。やはりそうですか。君たち僕を疑ってないのか。見つかったんだな、あんなひどいことしたやつが。真弓。落ち着いてください。見つかるかどうかはあなた次第なんです。僕らは向こうの世界のことを知っている。逆に言うと、あなたの話を本当に理解できるのは僕らだけだということです。君たちだけ。あんたを疑っていたことは事実だけど、今の俺らなら向き合えそうなんだ、あんたの語る真実ってのに。お願いします。落ち着いてゆっくりでいいですから、僕らに話してください、すべてを。僕の言うことを信じようって言うのか。わかった。すさんでるな。真弓との不倫が世間に知られてす、僕は騒ぎから逃げるようにこっちの実家に戻っていた。そしてひたすら焼け酒を煽ってた。少し前から真弓とも連絡が取れなくなっていたからね。真弓、どこにいるんだ。真弓はワイドショーで騒がれ、番組を降板させられていた。僕は彼女に迷惑をかけてばかりで謝りたかったのに、やることも気力もなくして。そんな時ふと、他にすることもなかった僕はテレビの画面に映った自分をぼんやり見ていた。そうしたら真弓が映ったんだ。真弓なのか。テレビの中の真弓は僕に助けを求めているように見えた。真弓、真弓。思わず真弓に触れようとして、その時腕がちょうど水面に突っ込んだみたいにテレビの中に潜ったんだ。驚いて支えを失って僕はテレビの向こう側へ落ちそうになった。驚いたよ。訳が分からず怖かった。頭がおかしくなったと思った。結局夢だったと思うことにして、次の日仕事をこなした後中央へ戻った。次の午後いつもの職場に出勤すると、想像通り首を言い渡された。けどそんなことより僕を打ちのめしたのは真弓が遺体で見つかったことだった。それも僕の実家のあるこの町でだ。しばらく呆然とした後で、あの映像、夜中に真弓が映った映像のことを思い出した。あれは夢なんかじゃない、本当に真弓からの SOS だったんじゃないか。僕は怖くてわざと避けていたテレビに触るというのをもう一度やってみた。そしてあの晩自分に起きたことが夢なんかじゃなかったと再確認した。ならあの映像は救いを求める真弓が僕に見せたものだったんじゃないか、そう思った。そして真夜中テレビの噂に行き当たったんですね。真弓が生前妙な番組の噂を追っていたことを思い出したんだ。僕も人から聞いて知ってはいたけど、子供じみたただの噂と思っていた。でも真弓はあれに映って
そして殺されたんだ。考えるほど無関係とは思えなくなった。間もなく警察の聴取に応じるため僕はこの町に戻ってきた。どうせ仕事はクビになったし、真由美の死の理由をちゃんと知りたかった。そして雨の夜、また真夜中テレビに今度は女の子が映ったんだ。真由美の時と同じように、その子もまるで助けを求めてるみたいに見えた。もしかすると次はこの子が犠牲に。すぐそう思った。小西先輩のことか。真由美に関する報道は全部見ていたから、その子が遺体発見者の子に似てると気づけた。もしそうなら狙われるかもしれない。でも真由美のようにはしたくない。僕は助けたい一心で必死に見続けた。そうしたらその子の姿がだんだんとはっきり見えるようになってきたんだ。だんだんはっきり？先輩の言葉どうやって知ったんだ？戻ってすぐ身持ちを崩しかけた僕を見かねた父に家業の手伝いをするよう言われた。その時に言った酒屋の娘さんがその子だった。悩んだ末にあの子を呼び出して気をつけるように警告したんだ。まあそらちんぷんかんぷんだろうな。けれど結局その晩。彼女は何か黒いものにまとわりつかれるようにもがき苦しんで、昼間あんなに言ったのにどうして繋がらないんだ。出てくれ頼む。携帯電話の番号を手に入れてたってことだな。次の日、遺体で見つかった。殺されると分かってたのに助けられなかった。僕は後悔した。もっとできることがあったはずだと。僕は誰からも必要とされていなかった。職場でも妻にさえ。そんな中で真由美だけが僕を認めてくれていた。その真由美が殺され、同じ犯人がまた女の子を手にかけた。僕は悔しかった。自分が何もできないなんて許せなかった。真由美さんのこと本当に好きだったんだ。好きだったさ。結婚の直前、妻が芸能界で大当たりしたんだ。嬉しかったけど暮らしはギクシャクし始めた。ちょっとわかるかも、そういうの。真由美とはその頃出会ったんだ。選挙でうちの先生に取材があった時に、彼女は看板アナだったけどローカル局勤めで、仕事に対する気持ちが僕とよく似てた。同郷だから話もあってまずいとは分かってたけど、親密になるのを止められなかった。僕にはそれしか生きがいがなかった。小西咲さんが遺体で発見されてすぐ、また別の女の子が映った。君だよ。次はこの子がさらわれて殺される。真由美やあの子のようにはしたくない。相手はどこの誰ともわからない殺人鬼。そんな奴から守るにはどうすればいいか、僕は必死に考えた。説得無理だ。怪しまれて僕が捕まったら誰が救うんだ。テレビの中の少女は楽しげに僕に笑いかけているように見えた。そして思ったんだ。自分にはテレビの向こうへ入る力があるらしい。なら殺される前にそこへかくまうことができるんじゃないかと。そっちは安全ってことなのか。そうなんだな。テレビの中の少女はそんな僕にまた微笑み返したように見えた。
そうとも、たとえどんな場所だろうと、むごたらしく殺されるよりはいい。ほとぼりが冷めたら、また出してやればいい。テレビの中なら、絶対に見つからない。頭で、すべてのことがつながった気がしたんだ。この力は、真由美がくれたんじゃないか。二度と自分のような犠牲を出さない。そして救うことは、僕の使命なんじゃないか。ただ、問題もあった。被害者は事情を説明しても理解するはず。それなら、もう連れ去るしかない。そう思ったんだ。真由美、僕に力を貸してくれ。真夜中テレビに映った人が殺されると思って、助けるために私たちをさらった。使命って何よ、思い込みってこと？なんでそんな勝手に信じちゃうわけ？自分がやるしかないと思ったんだ。警察にも電話したけど、信じてもらえなかった。仕事柄の土地勘、トラック、目立たないこと、運送業であることを使えば全部やれると思った。自分にしかできないと思った。でも僕は救えてはいなかったということか。こちらで霧が出る日、テレビの中の世界にいると死んでしまうんです。天城さん以降、あなたが救ってきた人は、僕らを本当に救ってくれたのはここにいる仲間たちです。やはりそうか。あの子を追って自分もテレビの中に入った時、僕は初めて自分のしてきたことに疑問を持った。ナナコちゃんの時ですね。警察に追われ逃げたい気持ちもあった。それでもあんな小さな女の子だけは何としても救わなきゃって、そう思って後を追ったんだ。ところが実際に入ってみたテレビの中は、思ってたのとは全然違う異様な場所だった。救った君たちが日常に戻ったのを知っていたから、想像もしなかったんだ。まさか自力では出ることさえできない場所だったなんて。いや、この言い方は卑怯だな。多分僕は内心では危険だと気づいてたんだ。出なきゃ君たちになんて会いに行かなかったろう。俺たちに会いに？待てよ、それまさかジュネスでバンドやった時の。ああ、救った君たちがなぜ一緒にいるのか、何をどこまで覚えているのかが知りたくてね。けれど結局何も言えずに逃げ帰った。きっと僕は後ろめたかったんだ。そんな無意識に抑えていた疑いや不安が、自分もテレビに入って一気に吹き出したわけだ。気が変になりそうだった。いや、実際おかしくなっていたと思う。あとは知っての通りさ。気づいたら病院のベッドにいた。あなたは本当に救おうとし続けていたんですね。動機は正しくてもな。でも僕はその方法を間違ってしまった。そうなんだよな。ずっといつか自分も政界に出て社会の役に立ちたいと思ってたんだけど、その仕事も愛する人も失って、僕に残されたのはこの力だけだった。向こうを聖域か何かだと信じ込んで、無意識にヒーロー気取りだったんだよ。
つけ思うところあるよな。僕は映ったものをまるで疑わず、信じたいように信じてしまった。自分の頭で考えなかった。だから守れなかったんだね。すべて僕の責任だ。ああ、その通りだ。罪を逃れる気はない。覚悟ならできてる。誘拐だけでも重罪、それにたくさんの人を危険にさらしたからね。すまなかった。真夜中テレビに向こうの世界、あんなもの正しく理解できない方が普通です。僕らこそ謝らないといけません。感情に目隠しされて一歩間違えば全てあなたに押し付けてしまうところだった。救済を始めてみたら実際死体が出なくなったわけだからな。やればやるほど自分は救えていると信じるようになったか。実に滑稽だな僕は。すまない、少し疲れたみたいだ。何してるんだこんな大勢で。失礼、すぐに出てきます。バレた。待ってくれ、お願いだ。必ず犯人を見つけてくれ。あの世界を知る君らにしかできない。決まりですね。彼は殺人は犯してない。最初の二人を向こうへ放り込んだのは別の誰かです。さあとっとと出るんだ。搬送が近いって言ったろ。何かあったら困るんだよ。たく小僧ら、二度と来るなよ。ナナコちゃん苦しそう。必死に戦ってる。クマくん最後に見たのってここだよね。あんなにナナコちゃんのことを心配してたのに。ったく、犯人探さなきゃなんねって時に何やってんだあいつは。警察はもう動いていませんし、すべて僕たちで調べるしかありません。改めて小西さんと山野アナの件に絞って情報を集めましょう。でももう半年以上も前のことだよね。今さら新しい情報とか出んのかな。けど弱音吐いてらんないだろう。今は真相を理解してるのは俺らだけなんだ。それに今だから思い出すことってのもあるかもしれないだろう。明日手分けして町中聞き込みしようぜ。で夜に集まって結果を報告だ。クマさんのことも何かわかるといいな。この辺って何もできんよな。
商店街から回った方が良かったんだっけ。結局全員話さなあかんかったよな。人物が増えたな。これで河川敷も行かなあかんかったっけ。これでこの友達商店街におるんか。これ友達か。それでまた終わったよな。進まんなったけど、まだ誰かと話してないか。まあこれ話しまくるしかねえんだよな。